を振り絞れ。そしてyou
コーナーに大量にクリーチャー。プロフェッサー・ギル、ステージにとって危険な人物のようですね。とにかく全て始末しなくてはいけません。人の気配ノー、急いで隠れなくては。おう、どうしよう、助けた方がいいのかな。痛い。私に聞かれても困るわ。おお、しょうがないな。
いざ。あのクリーチャーも一瞬で。お見事です。お見事じゃなくてさ、あんたは平気なの？ No problem。 隠れ身の術で姿を消してましたから、クリーチャーは目に気づいてません。いや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 、ボッコボコに殴られてたじゃん。だいたいなんだよ隠れ身の術って。それを説明するには、身の昔話を聞いてもらわなくてはなりません。20年以上前の話です。その日、メイはダディに買ってもらった次回用飛行機のファーストフライトをエンジョイしてました。しかし、途中でアクシデントが発生して、メイは南アメリカのジャングルに墜落。さまよい歩くこと1週間。もう The End かと思ったとき、なんとジャングルの中に村を発見したのです。その村の名はブラジル、忍者の里。300年前、日本から来た忍者の末裔が開いた由緒正しき忍者村でした。ちょっと待った。急にありえない話になってるんだけど。ミーはそこで忍びの技と心を学びました。そして誓ったのです。ステイツの自由と平和を守るためにこの力を捧げようと。トン！プロフェッサー・ギルンが怪しげな研究を進めていると聞き、単身ここに乗り込んできたのですが、まさかこんなところで同じ目的を持った同士出会えるなんて。ボーイ、ミーのことはフランクと呼んでください。さあ、共にギルバートの元へ。勝手に話進めるなよ。それに俺たちこれから教授の部屋に入るための鍵探さなくちゃいけないんだ。だからまた今度な。鍵ですか？身に任せてください。鍵のかかった扉など身の忍術で。いや、だからそういうことじゃなくてさ。よかったじゃない、お友達ができて。時間がもったいない。先を急ぐ。ボケボー、我々も参りましょう。やだ、こんな仲間やだよ。
相手を間違ったようね。これが棒を抜いていた扉ですね。皆さん、
少し下がっていてください。ほーこれぞ忍法解除の術。さあ先を急ぎましょう。一瞬かっこいいかもなんて思った俺がバカだったよ。ギルバート教授、ご無事ですか？いや、君か。わざわざご足労かけて申し訳なかったね。いえいえ、そんなことより地下にいた怪物たちは一体？ああ、あれね。少々調子に乗って作りすぎてしまってね。仕方ないから檻に入れといたんだよ。作りすぎて？まさかあんたが。やはり噂は本当だったようですね。あのクリーチャーを作り出して。 You は何を企んでるのですか？ところでジョニー君、君に頼んでいた調査のことなんだが。あの人マーローさんは怪物に食われて死んだよ。あれもあんたの仕業なのか？いや、あれは私ではないよ。だが結果は予想した通りだった。君のおかげで私の仮説は証明された。だがね、あと一つ足りない要素があるんだよ。それを手に入れない限り私には小さなものしか作ることができないんだ。だが彼女と比べるとあまりに弱々しい。彼女、やっぱりあなた何か知ってるのね。まだ確証はありませんがね。それよりここの後始末はお任せしますよ。私は少々用事ができたのでね。待ちなさい。キム様、ボーイ。よし、一丁やりますか。
Huh?